せーの、ドルドルミッチ。ポイント。ティーナ・ザ・カレーと、ブラスケット・ザ・ベーケンと、ヒーローさんとカリちゃんと、わかる名前だけど、おいしょ、ブクナイ。せーの、ドルミッチ。夏ということで、はい、まあ見てください。浴衣着てますね、僕らね。浴衣着てますね。夏と撮影に子供混じってるって。ちょっと。ちょっと。パイナップルだよ。パイナップル何？パイナップル。これ、ここ何するところか、パイナップル。ここが浴衣ということで、はい。夏といえば、花火。そして、夏といえばバーベキューということで、はい。今回ですね、こちら見てください。場所はわかんないんですけど、ラブキングダムです。ラブキングダムさんもですね、借りてですね、バーベキューは花火をしていこう。バーベキューは花火。どっちかどっちかね。バーベキューか花火どっちか。行ってみようとこのまじゃマイテクさん。チェケラ。行きます皆さん。こっから。貸し切りの。わあすごい。わあ。これ全部今日俺ら使っていくの。ここに2泊3日。早速バーベキューしますか。はい。はい。おいい感じについてるやん。キャンプファイヤーできそう。出たよ。歌うに3時間前乗りしてつけました。ありがとうございます。3時間前乗り。そこらび夏バーベキュー、はい、テビー、あの肉早速あるんで焼いていきたいと思います。イエーイ。あでも美味しそうだね、このこれの肉。全部もう1回全部置いて、全部1回で食べよう。おもろい話が1個あってさ、で前田さん C で販売したじゃないですか。販売されて値段は何円だったっけ。覚えてないわ。ワンマンの3500円だったよね。ワンマン、うん、で DM で、うん、前田さんの CD がとあるお店で売られてますと。おえ何円やったと。まあそれは3500円です。3500円だから、まあでもちょっと中古でしょ、うん、だからちょっと安い。2500円。100円。こいつの自撮りが載った限定品のやつ。限定版ね。ちょっと写真ないのこれ。あるよ。出るんじゃん。出てる。今動画で出てる。出てるよ。ちょっと多少食べて花火して。もうちょい投げて花火して帰ろう。うん、すごい。ただこれね、めっちゃたくさん花火買ったんですけど、手持ち以外使えないんで、なんか置いてるやつを手に持っても、そう言ったんですけど、それもダメだったということで。じゃあこれ一回明るいとどんなもんかやってみるか。そうだね。君が。この夏は遠い。あ、暑いな。あ、一個一個した。いや、一個しか一個しかない。一個しかない。一個しかついてない。一個しかついてない。しじるとチンゲみたいになったね。いつでも取っていいよ。なんか暑いって痩せるって。いや、それなんだ。もう運転できないじゃん。俺じゃない。最近ポケが運転してんの内緒にまた必要だったわ。それ言ってないんだけど、俺ね、最近ね、5000万のアルフォード買ったんだよ。アルフォード。チョコやん。気取ってる。うん。うん。取ってる。あれついてたら美味しい。うん。はい、ということで皆さん、無事ですね、バーベキュー楽しんで、うん、食べてですね、はいはい、今から花火ということで、おもういろんなのあるんで、ちょっとメンバーとやっていこうかなと思います。はい、じゃあ早速花火やっていきましょう。レッツゴー。で、これただ、花火撮ってもしょうもないんで、うん、彼女と来てると思って、一緒の花火してる時のセリフ、シチュエーションをやってください。はい。はい、花火楽しみだね。え、着くかな。つかないね、なんか湿気てるのかな。うん、あ、ついたついた。いいいい、はいはい。いや来てから。あ、頭からもう。お前の脳で燃えてるぜ。何みたいこれ。最低。さっき見つけたらどうなるんだろうな。後で。最低や。何みたいな。あ、ついた。あああああ。ああああ。好きだよ。俺はこんな早くないからね。一緒。最後まで来ちゃいもん。来てるよ。はい。行くよ。あっち。あー来た。熱っ。熱っ。綺麗。綺麗。すごい。やば。もういいよね。今年は。ありがとうね。楽しかった。花火見て帰ろう。家でゆっくりしようか。帰ろ。早く。よし帰る帰る帰る。帰る帰る。待った。君のために花火持ってきた。花火来た。本当は1本なんだけど、全部つけるの。嬉しいよ。待っててね。つけるから。また来ようね。などうしたの？やる一緒に。やろうか。座ろう。つくかな？つくかな？つかないね。つけて。ね、つけてね。
着いた。この日が終わるとき俺らも終わりだよ。着いてるときだけの関係ね。そうだよ、まだ一緒に乗れるよ、まだ緑だもん。あ、なかなか長いね。ありがとう。いや綺麗だね。花火ってさ楽しい。いやなんかお家出たのがいいと思うんだよな。この浴衣まで来てさ、こんな遠出わざわざ付き合ってあげたけどさ、え、だってそもそも外に出る意味ってなんかある？お家出るのが良くない？だって早ない？早ない？これ早すぎてなんかさ、もうなんか全然何もできなかったんだけど。はい、ということで無事花火終了しました。無事。誰が一番良かったかスタッフに。あ、スタッフなんだ。スタッフに。スタッフに。最初フリーじゃん、最初フリーやん。記憶捨てれてるもんね。指差してもらおう。指さしてください。まず第5位、うん、で一番悪かった人。悪かった人あの口の中に花火入れよ。死ぬな。じゃあせーの、舞茸くんなって。言いやすい。いやいいな。そうだよ。じゃあもう一人、もう一人。最低だった。言いやすいってこと。最低だった普通に。舞茸くん最低だ。はい、次。はい、ということで、はい、そこらびバーベキュー&花火でした。イエーイ。いやでもね、もう暗くなってきたからね。暗い暗い暗い。結構いい感じにさ楽しめたね。取れたね。うん、うん、でも18万円かかってるから。やばいよな普通に。そしてラスト、はい、18万かかってる。やばいよ。18万かけて、はい、いやマジでやばい。男いじゃんけん。わ、久々だね。勝ちたい。ガチで。すごい。欲しいもん。やだ。お願いします。男いたい。まあ、勝てばいいんだから。勝てばいいんだから。勝ちます。勝ちます。払いたい。払うよ。払います。払います。18万払うよ。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。うわー。あい、これ、ショッ。うわー。よっしゃー。払いたい。マジかよ。払いたい。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。しゃー。イエーイ。いいな、いつも払えて。いいな。18万ありがとう。ありがとう。ということで、はい、この動画ではチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。僕ら今全国ツアー中なんで、はい、ぜひ全国ツアーのね概要出てると思うんで、公式ツイッターの方でそちらチェックしてもらえると嬉しいです。それ12月に東京体育館もあるんで、はい、そちらも来ていただけると嬉しいです。お願いします。ということでありがとうございました。せーの、チャンネル登録してね。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 じゃあラスト前だけ勝ったから男気で決めちゃって。お前と来た花火忘れないよ。マジで愛してる。じゃあ後ろ姿そのとおり。